実はあの本日皆さんにお伝えしたいのはですね、これは本当にすべての階段好きの方、それから俺はね、特にちょっと注視していただきたいのは、今現在、階段語りをやってらっしゃる方、実はおそらくここには書き込んで来られないかもしれませんが、おそらく今日はえーもう本当に名を馳せている方々がご覧になってると思ってます。なので、あえてそこで言わせていただきますね。 うん。えー、来年1月の6日、俺の誕生日の当日をもって、えー、ある一つの環境を立ち上げます。それが階段語り中村一門会と言います。はい。それで、その環境というのはですね、ただのサークルではありません。うん。何をじゃあどういうためのものなのかっていうと、えー、話し家さんたちの お大きく出たなって言われても困るんだけども、俺はあのー、決してね、そういったつもりはないですよ、ないんだけども、だけども、その噺家さんの世界の風、えー、習、それから習慣、えー、行儀作法をちょっとそこに取り入れさせていただこうと思います。はい。要は、俺のその話、 今までこうずっと話してきた話、これ、ゴスコンに載ってない話なんかも含めたら、何だかんだと800近くあります。でそれを、まあ、今の,その例えば落語の世界を一つ見てみてください。これ、関西ではないんですが、江戸落語の方では二、えー、つ目、それから真打、えー、ととあります。うん、これ、要は一つのラン,ランキングですよね。免許改って言ったらいいのかな。そういったもんですよね。でそれをして えー、あくまでも2つ目、それから真打ちというスタイルを取ります。それで、あくまでも本当にその門下に入っていただいた方、中村、えー、一門会という、俺の弟子になるとか、射程になるとか、そういうゲスな話じゃねえからな。だからそ、そんなことでもガタガタ言ってくるなよ。うん、面白くねえから。それで、えー、中村一門会の門下に 加わってくだ,くださった方々、それで、その中での、えー、有識者たちによる、えー、一つの、その、ー何ーなたらいいのかな、通過儀礼って言い方もおかしいんだけども、うん、まあ、一つの試験ですね、うん、その昇進試験をきちっと受けていただいて、それによって、大丈夫だ、よし、この男には OK、この彼女には OK ということになれば、 えー、その時点でもって、俺が持ってる階段を語っていただいて結構です。これ、要は、その落語の世界を踏襲しようと思ってます。落語っていうのは基本的に古典落語で言われてるもの、これ原作者がわからないのがほとんどなんですよ。誰が作ったのかわからない。と同時に著作権がないんです。で、著作権がないから誰が語ってもいいんです。でも、日本人には理性であるとか、まあ一つの うんきちっとしたそのプライドというものがあるので、落語家さんたちが語ってらっしゃる古典落語を、そこら辺のどっかふらふらしてるのがひょいひょいっと語ってみようとは思わないわけです。できないわけです、簡単には。やっぱりきちっとその弟子入りして、師匠から教えを請う、練習をする、ね、稽古を積むで、稽古を積んでいった時点で、うんよし、いいよ、お前、き今日から2つ目だと。 だ二つ目なんだから、ここまでの話はやってもいいよ。え、あのー、例えばですよ。例えば、だったら僕、前からどうしてもやりたいのはあるんですが、師匠。例えばね、落語さんの話だからね。ね。ね。えー、やりたいのがあるんですが、師匠。何,が何をやりてんだストークイーンがやりたいんですが、バカ野郎はお前には早いよと。お前は二つ目じゃねえかと。それは真打になってからにしなって。こういう話が落語さんの中ではあるわけです。だから、 例えばその、うん、2つ目の時点で冬の花をやろうであるとか、これはちょっと早い。早い。だから、うんまあ、ここら辺の部分の,そのボーダーラインというのはある程度、もちろん設けていきますけども、きちんと線をつけて、ここからここは、えー、2つ目以下、2つ目以上、真打までとかっていう、おかしなそのラインを作ろうとは俺は思わないんですね。なので、うん、そうなんです、そうなんです。 今ここにね中村久美子さん書かれてるんです。語り継がれるファンキー会談とかがあります。いやそういうことなんです。俺、60になります。最近ね、俺の周りで、本当にあの人が亡くなるんです。俺、本当にその、若い頃からずっと会談をやらせていただいて、今日に至るまでやってきました。その中で、やっぱり何かその形に残したい、残したいと思いながら来ました。 じゃあ、どういう形で自分の階段を形に残すのがいいんだろう本に書く。本を書いてみた。もちろん、今、俺は自動書という形でやらせてもらってます。5分間の恐怖をえボックスでもって4セット出しました。これ 20, 20冊です。で、今、学校の階段シリーズというのをやらせてもらってます。学校の階段シリーズも何だかんだと思って、過去作、もう3ボックスで3つ出てます。今、4つ目に。 取り掛かってます要はそういった形で、んな俺、嘘ついてるから、もしいしたら、3つ目か ?3 つ目やってんのか ?3 つ目やってんだ、ごめんね。うん。だから、そんな形で、その文字にはしてるんだけども、もちろんそれはそれで、あの自動書なので、ありがたいことに、自動書なので、それがよっぽどのことがない限りは、配管にはならないんです、自動書っていうのは。それはつ強みなんです。 これから先もずっと継続されていくのが自動車の強みなわけです。だけども、うん、子供たちにそれは残せた。うん。それは前作の5分間の恐怖に関しては学校の階段ではないけども、うん、まあお、大人の人を、えこれ本当に自動車なのって言われました。内容を見てね。だけども、うん、まあ、うん 本当にそのややこしい漢字は使ってないであるとか、そういうことがあるので、やはりその自動小という枠からは出ないわけです。うん。だけども、さて、それじゃあ、これで大満足かって言われると、そうじゃない。何が残ってんだろう。守りの虎をなんとか映画化したい。うん。守りの虎を変なその脚色をつけずに、 変な血口がバーッと出ちゃうとか、首がバーッと飛んじゃうとか、そんな食ったらね、そんなことじゃなくて、本当にその純粋な守りの虎を本筋をキシ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 ッと並べてって作ってくれる監督はいないだろうかであるとか、じゃあそのための資金はどうするんであろうか、まあそういうことにもなってくるわけですよね。で、うんまあそれを、それじゃあ、えー、満を持してそれが実現できたと。じゃあそれでケ、OK、ーなのか、考えました。 いや、違うなと。うん。そこでふっと自分の中で真理に立ち返ったわけです。俺が万が一、それじゃあ、うん、この先、まあ何年か後、何十年か後、何十年、もうそんなに先まで行きたくねえなと思うんだけど、まあな死んだとしますよ。じゃあ今まで俺が語ってきた会談って、まあもちろん、 ネットにはアーカイブで何らかの形で残るかもしれません。でも、それを見た人たちが、ああ、これ昔いたんだよ、こういうやつ。なんか病気で死んじゃったんだよね。っていう、そんな感じになってしまう。それは非常に悲しいことですよね。俺、今から、えー、5、6年前に、中山一郎さんと一緒に大阪の公演をやったことがありました。その時に えー、その控室でちょっと話す時間が1時間ほどあってそれで、うんまあ、いろんな話をしていくうちに「いやーファンキーさん、あのー、いろんな人出てきたな何がですか?」いやい、あのー、いろんなその怪談語りのねいろんな人が出てきたなと思えいや思いますよ。うんう いや、チャンネルが増えるのはいいことやと思うんですけどね。うん。せやな。せやけど、やっぱりそこは、きちっとした、ある程度の形付けが必要ちゃうかなって、私は思うね。ああ、もちろんそうですよね。よくな、例えば、その音楽業界、な、落語家、落語業界。 まあ何でもあるやん例えばその運送業界やったりとか、建設業界、建築業界。それは業界って言葉使うやろうと。でも、階段の世界はな、階段の業界と言えるほど熟成してないねんと。これ言われたの。それな何でか分かるって言われました。要はね、その弟子がいて、師匠がいてという形で、 自分のその和芸やとかいろんなそのスキルやとか手法を次の世代に落としてってないと。残せてないと。階段の世界でも何でも、あの階段の世界じゃうわ、落語の世界でもそれが講談、高尺であったりとか浪曲であったりとか、それ歌舞伎であったりとか、なんとかこれ全部師匠がいて弟子がいて、もう本当に歌舞伎の世界なんかもう鬼のような。 鍛錬を積むわけですよね、まあ、もちろん落語の世界だってそうですよ。本当血の出るような、喉から血が出るような思いをされるわけですよね。だから南光さんなんかあんな声になっちゃったわけでしょ <laughs> で。だから結果的にその師匠が弟子にいろいろとこう教える。でもそれは <laughs> ゆくゆく今になって、本当にこうみんなそれぞれのためになってってる。だからいろんな話がたくさんあるけども。 ぶれることなく一つの大筋として話が残ってるわけですよ。残ってるわけです。だから例えばこれから先階段、お俺階段語りたいんだよっ私階段語りたいんですっていう人が出てくると、その人たちがもし、そのこと自分たちが集めた階段があるんであれば、それを鍛錬すればいい。でも、いや、あの僕には何もないんですよ。何もないんですよ。何もないんですけど、でも階段語りやりたいんですよねって。 こうは、OK、ですよだったら俺の例えば俺の話で今,今の世界今の時代はね YouTube ですわ例えばその YouTube をずっと過去のやつを見てもらって何がやりたい本見てもいいよ、ね、何,何をやってみたいよしわかったそれだったら2週間後までにこれを完全にコピーしていきなさいとでそれをちょっと俺の前で語ってことなんで実を言うともうやってますこれ。 それで、えー、21歳のめちゃめちゃイケメンの男の子が門下に入りました。で、えー、ちょっとね、いろいろとあのこれから先お披露目する場も作っていこうとは思うんですが、で、そういったことで、えー、やっていこうと思います。うん。なので、えー、俺の階段しかやっちゃいけないなんて、そ,そんな、そんなあのことは言いません。もちろん自分自身で持ってる階段をやっても構わない。だけども、 あくまでも、その、会、え、談、ー、語り、中村、えー、一門会というね、うん、そのう看板を持ったからには、それなりのものになってもらいたいと思います、これはね。うん。ねえ。俺はね、本当にその会談語りにしても何にしても増えるのはいいことだと思います。だ落語家さん何人いると思います 落語家さんね落語家さん何人いると思いますちょっと実数わかんないから言い,いますよ。本当に <laughs> あのもう関西関東だけじゃないからね九州にも四国にもいらっしゃるんです北海道もいらっしゃるんです。なんそんなこと考えたら階段一つの数字じゃないよ。だからやっぱりあナイスパーありがとうございますありがとうございます。 だから俺としては本当にそのうーんそうすることによって俺自身の階段を残していきたいしうんくちっとした形でその階段を語るということに対してのスキルを身につけてもらいたいと俺は思ってます。なのでそれがどういう形でも構わないんですよね。僕はどっちかっていうとほんまにその噺家さんみたいな感じでやりたいんですけどおそれやったらいいよそれやったらあのちゃんとそういう人にも合わせるし。 うん、そういう会にも連れていくし。だけども、俺は話し方ではないから、ね、話し方の何たるかを伝えることはできないよと。俺からは階段の語り方であるとか、例えば擬音の使い方であるとか、そういう場合は違う、そういう場合はちょっと違うぞとは。うん。例えばそういった形なわけです。それで、その有識者という。 その,その審査していただける有識者に、えー、例えば岩尾さん、それから、えー、宮代さんであるとか、そういった今現在第一線で会談をやっている方々に参加いただきたいところは思っています。これはあの前もってこの話してません。なので、この場合いう形になっているので、えー、この場で、こう、 なんかすごく警戒に断られるとかっこ悪いので、断るときは僕のところにメールをいただきたいなと思うんですけども、だけども、本当にですね、そのまず2つ目、それから真一という形、この形はもうあの、固く取っていきたいと思ってます。なので、えー、その昇進試験をするときにですね、何人かの、毎回毎回同じじゃなくてもいいかなとも思ってます。例えば、陽介にお願いすることもあると思うし、うん、山口ビントロさんにお願いすることもあると思います。 なので、えー、何人かで聞いてですね、全員が一致して、OK で手を挙げないとダメという形にします。最低でも3人、多ければ5人、6人という形で聞いていただく。その人たちの前で語っていただく。それで OK であれば、その場でもって、えー、昇進になります。まずは2つ目から。それから真打に上がっていただいて、もうオールフリーになるという。こんな形を取,取,り,取りたいなと思っています。 はい、そういういことなんですなので、えー、こんなアホなことねもうなかなかその他に考える人はいないかもしれないんですがただ本当にその、えー、まあ、逆なことを言うとですねたくさんネタをお持ちの方は、えー、ぼちぼち考える時期だぞということです自分の階段をどうやって残そうか漫画にする本にするもちろんその形でも残りますでも本当にそれを語ってって,ってくれる人 自分の、えー、俺の真似をするわけじゃないんですよ。そうでしょ落語家さんだってそうでしょ師匠の真似をするわけじゃないんだ。自分の形でやんなさいって言われる。ね。何もお前、あの、先輩の真似をすることないねんってと。ね。何やお前、寄せてってるなお前って。ね。何を寄せとったねんお前。寄せる必要ないわと。お前の落語やれお前の話やれって言われるわけです。だから、えー、そんな感じで、 やっていただきたい。ただ一つここに約束事を俺は設けます。例えば山形の方、北海道の方、大阪の方、いろいろいます。九州の方、四国の方、いろんな方が出てくると思います。その場合、地元の言葉で語ってもらいます。はい。これ、あの、たとえ津軽弁であろうが、沖縄の方言であろうが、地元の言葉で語っていただきます。わからない聞き取れない結構です。いいんです、それ。そんなこと言ってたら、遠野もって階段聞きませんよ。そうでしょ。 遠野の方語り目のおばちゃんたちの、あの、階段は聞けませんよ。でも聞きに行くでしょう。それをね、えー、本当に、本当にはい。俺は、その、地元の言葉、方言、イントネーションっていうのが大好きなんです。それに、その方言そのものが、俺は日本の宝だと思ってます。今、 沖縄に行っても若い子たちは失ううちが分かりません。沖縄のイントネーションではしゃべります。だけども、本当にそのおじいおばあとしゃべれません、若い子たちが。これなんと投げ,投,げ投げかわしいことかと思います。なので、えー、なんとかですね、地元の言葉を残したい、残していってもらいたい、俺は。日本、こんなちっちゃい国なのに、それぞれ本 何十キロ話すと言葉が変わるんんですすよ皆さんすごくない京都と大阪と奈良と隣同士の町なのに言葉が違うんですよ。ね。青森市の人はすがる弁が分かんなかったりするんですよ。だから俺はもうそんな素敵なねことがねこのちっちゃい国の中で起きてるなんていうのは絶対にあのー。 忘れてはいけないことだとほら思います。もう本当にそういった形でやろうと思います。それで、えー、完全なるその発足というのは1月6日からなんですが、どういう形でそれをうん例えば普段の稽古であるとかなんかをどういう形でしようかと考えました。 やっぱり、例えばそれを YouTube でやってしまうのは違う。稽古の風景をなかなか人に見せるなんてことはないお相撲さんじゃないんだから。だから、どういう形でやったらいいだろう。秘匿性の、ある程度秘匿性のある、そこで例えば人から叱られるところだとか、ねまあ、そこ違うよって指摘されるところを見られたくないっていう人もたくさんいらっしゃいますよ。だから、うんそういったことで、一番いいのは、やっぱり Zoom を使ってやることだと考えました。 でなんだよ、結局はお前そこに対する誘致かよなんて思わないでくださいね。なので、しばらくこの間は、えー、オンラインサロンでやります。はい。俺自身の、えー、オンラインサロン、有限会社中村創業開発というのがもう1年、えー、1年半経つのかなね、1年半ぐらい経つんですけど、えー、あります。で、その中でやっていこうと思います。なので、うーんズームを使っての、まあ中でも、 Zoom、えー、というのは非常にその便利な機能がありまして、こっちから指定した人しか参加できないという機能があります。なので、そういったこと形を作って、あくまでもその中村、えー、もうあくまでも中村一門会の中でだけ開くズームというのを頻繁に開いての、例えばその稽古をつけるであるとか、えー、話をちょっとこっちから聞いてみるであるとかね。 うん、俺の話を聞いてもらうであるとか、いろんなそのポイントポイントで、ここのところはこんな風に喋るんだよ、こういう表現をするんだよっていうのを、こちらから教えてあげながら、練習をしてもらいながら、練習を聞きながら、で、どんどんこう育っていければなと思います。で、育てていくと言ってもですね、これはあの、同時に一緒に歩いてくれる人も、あの、集まっていただきたいと思います。なので、決してその、 えー、門下に下るとか、中村の弟子になるの冗談じゃねえよなんていう人は歩き、えー、てくるのって構わないですよ。だけども、あくまでも、例えば、人、えー、方の人もいえ、太田の話、あの辺の話を自分でしてみたいなって、ちょっとでも思う方、風の通るホテルをやってみた。これね、実を言うてね、洋介見てるから、あ、見てねえんだ。あいつ今日配信じゃねもしかしたら。多分、多分、そうだな。 あのー、ま、あ後でアーカイブ <laughs> 見るかもわからないので、見てもらえばいいんだけど、実を言うと、この、えー、アイデアの発端は洋介です。はい。この間の時、この間のですね、配信の時、岩尾さんがゴスコの方に来てもらいまして、で、その時にちょっと話す中で思ってちょっと触れたことなんですけども、2013年ぐらいにですね、12年だったかな。 いや12年だったかもしれないな。洋介がですね、俺のあの、風の通るホテルを完コピして、ニコ生でやったっていうことがあったんですよ。それで、俺はもちろん見てません。見てないんだけども、それを見た人たちがいろんな報告をくれました。いや、ファンキーさん、うまかったよ。うん。決してなんかその、おちゃらけることなんか、ビッてやってたよ。ええー、思ったわけです。 この間、そんな話をしてて、俺、ちょっと今度で、つらつらとね、いろんなこと考えてるんです。うん。その、うん、ちょっとね、その北国,北国の方で、バタバタバタっといくつかのその講演をやらせていただいた、その合間今であるとか、なんかでもっていろんなことをえ考えてます。で、その中で、そうか、そうなんだよなと。うん。だからもしかしたら、ちょっと、 ファンキー中村のあの話を俺やってみてえなって思ってる人がいるかもしれないと。こう思い始めました。だとすればそれを非公式にどうぞっていうことはできません、それはね。それはできない。だけども、ちゃんとした形で一問を作ってやれば、そこへ至ったわけです、話が。うん。そうなんだよ。例えば、その、 うん何か一つ習得するためにはその世界に入らなきゃならないでしょう。そうじゃないですか。じゃあ、例えばそれが、えー、スカイプでやりましょうと。例えばね、スカイプでやりましょうってようことになっちゃって、俺はどうやってその人を信じたらいいんですかうん。俺がやっぱり自分自身が持ってる階段を大事ですよ、これは。ものすごい大事です。たとえ、 本当に5分ぐらいの、例えばちょいの間であろうが何だろうが、すべてこれ俺大事にしてるもんです。だからそれを、その、ね、これやっていいよって言って、その人に委ねるためには、俺もその人のことを信用しなくちゃいけません。じゃあ信用するためにはどうしたらいいんですかって話です。これ言い方悪いんだけど、オンラインサロンに入るためには、えー、最低限その人の名前、電話番号、こっち側いただく形になります。うん。 個人情報をうんぬなんて言わないでくださいよ。ね。だけど、うーん、そこは悪いんだけど、やっぱりちょっと譲れないところかな。はい。だからそのオンラインサロン入るのも、いやー、いいわって言われる方であれば諦めてください。それはいいです、別に。あの、無理ではないので。うん。無理にはしないです。ただ、もしかすると、こんなことを言ったところでもって、 そのサロンに入会したいなんていう人が一人もう出てこないかもしれませんもしかするとそれならそれまでのものなんでしょうおそらく俺自身がね、うん、ファンキーな株の会談いいいい別にいらないよなんなもの別にあの俺勝てたいなんて思わないしっていう人も今これご覧になってる方の中にたくさんいらっしゃると思います、うん、だけども俺はそういうスタイルでこれから行きますよということですね いろんな方、うん、いろんな方といろんなことをやりたいなっていうふうにはこう思ってますけどね。思ってますけど。うん。でもなんかやっぱりそれを、良、うん、よしとしない動きっていうのが、いまだにどっかにあるみたいでね。それはそれでしょうがないよね。うん。だから、もう俺は今自分でやれることをやるしかないし。 ねえ下手にこう枝葉を広げたり根を広げたり根を張ってったりしたってねえ邪魔になる枝は切られるからね。でしょだからやれることを自分がやれることをやっていこうとただそのためにはやっぱりその自分の本当にその心を許せる信用できる友達であるとか先輩であるとかそういう人たちに協力をねそしちょっと仰ぎたいなと。 いいうことでございますなので、えー、そうですね。まずは、まずは、その、えー、オンラインサロン、僕のそのオンラインサロンに加入していただいて、そこからのものになります。なので、えー、正式な立ち上げは1月6日とさせていただくんですがうーん、いろんなその質問は寄せてください、僕の方に。いろんな SNS であるとか、 なんかの、ね、ダイレクトメッセージであるとかなんかを使って寄せていただければ、す、え、べ、ー、てお答えしようと思います。うん。ね、本当に。まあ、俺、あんまり、その、なんか、行業式、重大発表とかいう、なんかそ、そういったことは今まであんまりやったことがなくて、うん。なので 皆さんにすれば一体何,何が始まるんであろうかっていう感じだったとは思うんですがですが、えー、そういったことでございます。であくまでも、うん、あくまでもそうだねちゃんとこうちゃんと覚えてってほしい階段を俺の階段語りを俺の会談語りをパクるんじゃなくてまあパクりだければパクってくれて構わないんだけども そのコピーするんじゃなくて、第2、第3のファンキーな瓦を作ろうなんてことは夢にも思ってません、俺は。思ってません。だけども、本当に俺の話であるとか,なんか、また俺が今まで培ってきたものを、えー、継承してくれる人たちが欲しいだけです。はい。えー、いろんな意見があると思います。でも、こうすると自分で決めましたので、この道を行こうと思います。 これはその自分の階段を後世に伝えていきたいなと思いました。残したいなと思いました。それは、えー、俺の階段を決してうぬぼれてて、俺の階段は名作だからよなんて、そんなこと言ってる、言ってるじゃないんです。俺自身が今まで40年間やってきたその足跡を消したくないということです。はい。誰かがそれを継いでってくれれば、それに越したことはないと。そしてこの、 会談を語るにあたって得たスキルそれからいろんなその情報がありますそういったものも漏らさず押しまず、えー、お分けしますとそういう話でございますぜひとも、えー、とりあえずはまずオンラインサロンにご参加くださいよろしくお願いします